はい、皆さんこんにちは。北川キャンピングベースの郷田です。日頃北川キャンピングベースご利用いただきまして誠にありがとうございます。本日はですね、春になってお出かけが、たくさんね、これからすると思います、ね、そういった中で、周辺の見どころ、周辺観光、あとお風呂とかね、こういったものをねちょっとシリーズでちょっと紹介していきたいと思います。なかなかねたくさんあるところではないんですけれどもね、やはりぜひこの飯能に来たら、この秩父地方にね来たら、立ち寄っていただきたいところ、ありますので、これも完全に私の主観になってしまいますのでね、抜けてるところもあるかもしれません。行かなかった観光施設の方はねごめんなさいね。ぜひ私の思いで、皆さんにね立ち寄っていただきたいところをご紹介していきたいと思います。でまずスタートは、温泉施設です。はい、まずね、一番近くにありますね、休暇村奥武蔵というところの、日帰り入浴です。ここ自体はね、宿泊施設ですので日帰り入浴をメインでやっているところではございませんのでね、どうしてもちょっと日帰り入浴の時間が今ちょっと短いです。朝11時から、2時半の受付までというふうになっておりますので、ちょっとね、日中の時間だけしかやっておりませんので、その時間はちょっとご理解ください、ね、宿泊メインの、日帰り入浴施設です。ただこのキャンプ場からは5分ぐらいで行けます。非常に近いです。で、そして、中にはね露天風呂があったりします。で露天風呂にもですね、この地元の、ヒノキ使ったヒノキ風呂がございますね、大変おすすめの場所でございます。ただねちょっと、夕方とかやってないので、ね、そこだけはね、ご了承くださいね。一番近い休暇村奥武蔵ですね。ぜひお出かけいただきたいと思います。はい、じゃあ2番目にね、おすすめなのが、これがね、ムーミンの施設のことは今度ねまた改めて一緒にお願いしたいと思いますが、ムーミンのところと一緒にあります、キラリ別邸さんですね。ここはねやはりね、ムーミンのところが露天風呂から望めたりとか、非常に温泉、日帰り入浴としても人気のある場所です。ムーミンバレーパークのところですから、車でここ、とかだと、30分ぐらいですかね。入り口は、ムーミンバレーパークと同じです。そこから、入浴施設への、駐車場がちょっと中で分かれますのでね、入り口はちょっと週末だとか混み合うかもしれません。ただ夜遅くまでやってます。であと一つ残念なのが、ここはね小学生以上のお客様だけが利用という形になりますので、小さいお子さん連れはちょっとここ行けませんのでね、小さい幼児のお子さんと一緒にお越しの方はねここはちょっと難しいですね。入場制限がありますのでね、確認しながら行っていただきたいと思います。で近くにムーミンバレーパークがありますから、一緒にねムーミンバレーパーク、ムーミンのところで遊ぶということもできますね。キラリ別邸です。私もよく行きます。これもね毎週末のように実は行ってます。大変気に入った施設でございます。はい、じゃあ次ですね、今度一つはね、秩父方面に向かいます。今は飯能方面のキラリ別邸ですけども、秩父方面に向かったところね、横瀬というところにね、これね武甲温泉というね、ところがございます。これだとね、車で20分から25分ぐらいですかね、小丸トンネル抜けて横瀬に入って、そこから途中ね、右に入っていくところなんですけれどもね、ちょっとこう言葉選ばずに言うと少しひなびたという感じもあるんですけれども、それがね私は好きな趣のあるところです。ここも比較的ね遅くまでやってますのでね、一番温泉として夜遅い時間までやってるのがここですね。ここも非常にやっぱりおすすめです。川のほとりでね、キャンプ場もあるのでね、ライバルではあるんですけどもね、温泉いいのでぜひここもね使ってみていただければと思います。はい、もう一つね秩父方面ね、これは、西武さんがやってますね、もう西武鉄道の、西武秩父駅にね、隣接している、日帰り入浴施設です、ね、これ新しいところです。祭りの湯ですね、ここはもう本当に最近流行りの、入浴施設スパですね、露天風呂もね、お風呂の中の、ジャグジーもねいろんな種類があってね、
ここもなかなかね、空が見えて非常に気持ちいい場所です。最近は夜ねライトアップしたりなんかもしてますね。はい、ここですやっぱり30分はかかりますかね。それでもね非常に、観光のお土産の場所と、食事の場所と隣接してますのでね、秩父の、ところが一気に楽しめる部分でもありますのでね、比較的おすすめですね。よろしくお願いします。あとですねちょっとだけ、遠いんですけれども、飯能の中でね早蕨の湯というところがあります。これ名栗というところにあるんですけれども、ここはね非常にいいところなんですけれども、場所的に山越えでね行かなければいけないので、ちょっと行くのにちょっと時間がかかります。で細い道をねこう通っていかなければいけないので、山越えで行けば30分ちょっとかかるかな、行けるんですけれども、慣れない人はちょっとね、天目指す峠とかね通っていかなければいけないので、じゃなければ一回市内の方に抜けて折り返すような形で行きますので、ね、ちょっとそうなるとかなり時間がかかります。ですからね、私のおすすめとしては、近いところ日中だけで行くんであれば、休暇村奥武蔵の日帰り入浴、ね、で飯能方面に行くんであれば木だり別邸さんで、ちょっと夜遅くても、ね、近くで行ける夕方行けるのは、武甲温泉さんで、秩父の観光も含めてお食事も含めてという形になると祭りの湯とね、こういった施設がありますね。私の施設にはねシャワーはありますけれどもね、やはりお風呂ね、キャンプの後のお風呂ね、私も非常に好きです。やっぱりちょっとね、煙でいぶされた体をね少しきれいにして帰るというのはね、よく、キャンプの方はねする、ことですのでね、ぜひね、この近くのお風呂ね立ち寄り湯ね、これも含めて、北川キャンピングベースね楽しんでいただければと思います。次はねまた他の観光施設ね第2弾でねご紹介したいと思います。またね北川キャンピングベースお越しになった際にはねゆっくりと楽しんでください。皆さんのお越しをお待ちいたしております。